住職のよもやま話。越後を代表するご住職方が日頃感じていることをつれづれなるままにお話しいただく企画です。ありのままをお伝えしたく、ほぼすべて編集なしの取り下ろしになっております。今回は長岡市の閑静な住宅街に立つ延命寺、小林秀徳ご住職のもとを訪れました。若い時には空手部にて心身を鍛え、まっすぐでかつ繊細な心遣いに多くの男信徒や若手の僧侶から慕われているご住職です。はい、皆様こんにちは。泣かぬなら泣かせてみせようほどと言す、これは戦国の武将豊臣秀吉でありますが、秀吉の人間性を皆さんが表現した言葉だと思うんですけれども、その秀吉の秀と、泣かぬなら泣くまで待とうほどと言す、これはただいま NHK の大河でやっております徳川家康、この徳川家康の徳、これを取りまして、豊臣秀吉の秀と徳川家康の徳を取りまして、父が秀徳と、私の名前をつけてくれました。よって私も一つ読まなければいけませんが、私の場合は、泣かぬなら泣かんたっていいやほどといす、座右の銘がいい加減でございますので、これからよもやま話ということでお話をせれとこう言われております。この秋の夜長に月を見ながら、お互いにですね、この杯を交わしながら世事を語ると、こういうことは最も私の大好きなことなんですけれども、今日は仕方がありません、一方通行です。アルコールもありませんが、しばらくお話をさせていただきます。私の当番だということですので、よろしくお願いいたします。この最近経験したこと、あるいは体験したことを話していただいて、そしてその気がついたことを話をしろと、このようなことですので、こう考えますというと、本当に、最近私実はほんのこの間まで、入院していたんです。でほんのこの間退院したばっかしなんです。ですので、その病院に、おった時のこととかっていうような感じでお話をちょっとさせていただこうかと思うんですが、その前にですね、私は中学の時、明日高校の入学試験だと、その前の日にですね、夜中二の盲腸の位置、この辺が痛くなりました。そしたら祖母がですね、この茶飲み茶碗の中に何かこう吸ったもの、生のものを吸ったも汁を持ってきまして、これを飲めとこう言ったんですね。それで私はその汁を飲んだんですが、嘘のようにこの盲腸のあたり、盲腸じゃないんでしょうけど、盲腸のあたりの痛みがですね、パッと取れたんです。それであと何かその辺が痛いなんていう感じがずっと起こらなかった。無事もちろん高校の入学試験も受けたわけですけれども、そんなことをしていまして、
私がこの社会人になりまして、横浜におりまして、横浜の おばの お家で間借りをして、勤めをしたんですけれども、勤めをしてから1週間ほど経ちましたら、この胸のこの辺が痛み出しまして、それでその横浜の野毛というところに、そういう痛みを治す体科の先生がいると、有名な先生がいるということで、おばが私をそこに連れて行ってくれました。そしてしたら先生が、このここを痛いよ、原因がよく分かんないということで、痛み止めをくれまして、それを飲みましたら、またピタリとこの止まったんです、痛みが。それでところが、このコカ・コーラを飲みたくなりまして、そのコカ・コーラを飲みましたら、飲み終わったら、ここのどこの痛みがほなこちらに来ましてね、そしてつまり盲腸のあたりに来まして、それでまたすぐ先生のところに行きましたら、これは盲腸だと。それでこの腸に癒着をする、こう言われまして、普通の盲腸であれば、あまりそんな大病ではないわけですが、このお前さんの盲腸はもうちょっとで危なかったなんて言われて、腸に癒着したから随分その退院するまで時間がかかったんですけど、私はその高校入試の前に飲みましたそのごぼうの汁だったんですけどね、ごぼうの汁、生汁を絞ったやつのを飲んで、高校受験の時はそれを治ったわ、ピタリと止まったんですが、その後のせいでそんなおかしな盲腸がこんなとこは痛くてこっち来たのかななんて、いまだにそんな思っているわけですけども、そんなことがありましたけれども、ちょっと余計な話になりましたけど、あとはもう両親が立派に強く強い子に、この丈夫な子に、産んで育ててくれましたので、何の病気もなく、大病もなく、ずっとこのしたんですが、その時入院してからちょうど半世紀、50年、経ちまして、急にですね、この間その入院したわけです。それはどうしてかと言いますと、なんで入院したのかというと、この携帯電話でよくお話をこうする、こちらで持ちまして、もしもしと言ってるんですが、喋ってましたけれども、この音がですね、非常になんか小さくなってきた。それでここの脇の音量を上げまして、そしてこう喋ると、最初は大きく聞こえるんですけど、だん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 声が小さくなる。で、今度相手の人に、お前さんちょっと携帯電話もっと大きな声で喋ってくれとか、親しい人にはそう言ったり、あなたの携帯電話のどっか直してもっと音量上げてくれとか、そんなような会話をしていたんですが、ある時ですね、この喋ってる携帯をこう外し、この辺にこう外した時にね、ものすごくよくこちらの耳に、そのよく聞こえるんです、相手が喋ってるのが。それでね、あれ、これはおかしい、これはこっちの耳が聞こえないで、こっちの耳が聞こえるからとなのかなと思って、こちらにこう映したら、すごくよく、ものすごいうるさいくらいよく聞こえるわけです、音がね、相手の喋ってることは。ということは、ああこちらの耳が聞こえないんだなと思いまして、こちらの聞こえる方の耳をこう塞ぎまして、そしてこの携帯電話で職が話をしてもらったら、もう携帯どころじゃなくて、他何にも聞こえないことが分かったんです。ですから、つまりこの耳がずっと聞こえなかったんですね。こちらの耳が聞こえるものですから、なんかこちらも聞こえるものだっていうふうに錯覚
していたんだろうとこう思うんです。それで即町医者の耳鼻科の先生のところに行ったらですね、先生がそのいつからそうなったって聞かれましたから、私はまあちょっと嘘を言いましてね、血のあたりからってこう、もうその前からだったんですけど、血のあたりからってこう話しましたら、先生がですね即その大きな病院に病室から電話をかけてくださって、もうすぐ入院患者がお願いしますっていうような感じで、それで先生が紹介状を書いてもらって、私はすぐ即入院したんですね。そして1週間ほど、まあ、点滴あるいは飲み薬っていうような治療をしてしたんですけども、1週間経ちましたら、この耳鼻科の先生方が4人おられましたけど、そこへ呼ばれましてね、もううちの病院で、あなたのその病気を治療することはもうみんな終わったと言われまして、 つまりそれ終わったけど聞こえないです、治ってないですね。だから早くこれ退院だっていうことでしょうね。だから私はまあ退院して今日に至ったわけです。ですからもうこちらの方の耳は全くまあ聞こえない状態で、こちらでまあ聞こえるから助かっているわけですけれども、そしてですね、それから退院してちょっと経ちましたら、お寺さんでこの大きな行事がありまして、私がもう普段来られるお寺さんがみんな集まりまして、このちょっとこう懇談の雑談の時間があって、お茶飲んでました時に、私がその耳が患って入院したと話をしたんです。そうしたら全く偶然にですね、ここの脇にいる人がですね、と言ってね、びっくりしてね、それどうしてかというとね、つまり私の耳で患った私と同じ日に同じ病気でこの北条様も入院されたんです。同じ町医者にかかって同じ病院に、日赤病院なんですけどね、そこへ入院した同じ日ですね。驚きました。そしてところがそのこちらの北条様は私よりちょっと前若いわけなんですが、この人は2日間、もう私同じ治療をしたんですが、2日間でもう退院されて、つまり治ったんです。ところが私は治らなかった。それで、まあ、また、まあ、本当に世の中にこんなことがあるかと思うぐらい、まあ、同じかったんですが、それで私が帰ってきてからいろんな人にこの耳の話をしましたら、もう皆さん黙ってるからわからないけれども、耳の患ってる人、つまり私は突発性難聴と言われましたけど、その難聴というとこまでいかないかもしれないけど、耳を患って人っていっぱいいて、まあ、私と同じように難聴になって、治った人、まだ私と同じように治らない人、もう本当に近くにおられるんで、うわーっと思いましたけれども、この先ほど言いました、この同じお寺さんもね、治ったお寺さんは、この人はね、もう聞こえなくなった時すぐ即医者にお医者さんに行かれたんですね。で、そのですから、私そういう患った人いろいろ話を聞きますが、聞きましたけれども、みんなやっぱり治った人は即病院に行く、耳のねその病気、だから今日ぜひ皆様にもお話したいんですが、耳のそういう、まあ、他の病気もみんな早い治療がいいんでしょうけども、もう耳、ちょっとおかしくなったらああと思わないで、もう即お医者さんに行った方がいいなと思うんで、一言そのお話をさせていただいたんです。それで、まあ、病院でねその点滴打って薬を飲む、それぐらいしか仕事がないのでベッドに横たわりまして、まあ、いろんなことを考えていたんですが、この徳川無生という、もう今からもうそれこそ半世紀も前にこう
活躍された、知っておられる人がいっぱいいると思います。活弁家のでいろいろな名司会もされますし、漫談家でもあるし、もうその話術の大家ですね、徳川無生という、この方がですね、その人間話し合うということはそのキャッチボールと同じだと、キャッチボールのようなもんだとこう言われたんですね。キャッチボールというのは相手がこう投げる、投げたものをこちらがしっかりとこの受け取る、そして一旦しっかり受け取ったらまた今度はそれを相手に投げる、そして相手もまたしっかり受け取って、そしてまたそのボールをまた相手に投げる。ですからキャッチボールは、話し合いはキャッチボールと同じだと、話し合いは聞き合いでもある、こう投げるのは話すということでしょうし、受け取るのが相手の投げたのを受け取るわけですから、まあ、聞くということでしょうね。だから話し合いというものは聞き合いでもあると。だから話し上手な人は聞き上手である、あれ聞き上手な人は話し上手であると、まあ、そのようなことをね、徳川無生さんがラジオでこう話をしておられたことをね、まあ、ベッドの中で、まあ、耳を患った私としてはなぜかそんなことを思い出して徳川無生さん、さすがに話術の大家で、まあ、すごい名言だなとこう思ったんです。第二次世界大戦においてですね、日本はまあ敗戦国となったわけですけれども、最も大きなものを得た、大きなものの一つ、得たものの一つが言論の自由だと思うんですね。その言論の、もう何でも好きなことをお話しする、ね、めちゃくちゃめちゃくちゃとお話しする、そして誰もがこの自由にお話しする言論の自由、もう特定の人がですね、特定の人のその命令とか、あるいはこの特定の人の発言でものが動くのではなく、大勢の人の話し合いによって、多くの人のね、お互いの話し合いによって物事が決定していくという、そのいわば民主主義のその基礎というものがこの出来上がった、そして現代社会にそういう基礎が出来上がったかに、こう言論の自由によってね、思われたんですけども、しかしよく考えると、もう一つ、その確かに自由にしゃべる、そういう言論の自由はちゃんと確立されたんだけれども、しかし一つ大事なことを何か忘れた、それはなぜかと言いますと、何かと言いますというと、もうこの無生さんの言葉を借りて言うならば、このものを投げる、話をするだけでは、それだけではやっぱりダメなんであってね、そのさっきも申しましたように、聞くものを、その相手の話したことをよく聞くという、そういうその作業をもう忘れてしまった。だから今世の中は、もう私もそうですけどね、もう女房と始まりましても、女房の言うことなんか全然聞きません。もう、まあ、もう私がガラガラガラ言う一方でして、話し合う、話し合うっていうのはこの会うんだから共同作業ですけど、話だけですね、この会うということが大事なことなんだろうと、こうしみじみこのベッドの中で、そんなことを考えたわけであります。聞く人が、話す、聞く人がいるから話すということですね。
一方的なものではダメだとこういうわけです。それで、もう一つこのギリシャの昔の古代のギリシャの鉄人が哲学者が考えたそうです。本で前に読んだことあるんですが、この人間もそうですけども、なんで耳が二つある、そしてなんで目が二つある、なのに口は一つ、どうしてだろう。本で読んだんです。読んだことがあるんですね。そのギリシャの古代のギリシャの哲学者がそういうことを考えた。ところがですね、私も何年かだいぶ前ですが、このお寺によく近くに小学校がありまして、よく生徒を連れて先生がこのお寺に社会見学というか何かでこう見学に来られて、本堂にこう上がったりして、私の副住職もおりますけど、いろいろとのお寺のことについて質問したりするんですが、その時にね、その生徒の一人が言ったことがあるんですよ。お嬢様、この顔の耳が2つあるのに目が2つあって、なんで口が1個なんだでしょうかねって小学生がね質問したことあるんです。この寺のこととはちょっと関係あまりないですけどね、なんで太鼓がありますかとか、お金はどういうんですかとかって、そういう質問はもちろんあるんですけど、そんな目が2つ口が1つなんていうことをね質問する生徒がねなんかいなかったんだけど、驚きましたね。その質問したことがあるんです。ですから私はねいつも生徒に言うんです。世の中にねやっぱり質問をする人とそれを答える人、学校で言えば質問する人は生徒です。その質問に答える人はどちらかといえば教師だろうと思いますけれども、私はよく考えてみるとやっぱり質問を答える人よりも質問する人の方がすごいなぁといつもこう思ったりするんですけども、その話はちょっと別に横にそれましたけども、要するにそのなんでそれをギリシャの哲学者は試作をするわけです。なんでそういうんだろう。そうするともう簡単に言えばよくあれですね、目の仕事っていうのは見るしかないです。見るしかない、仕事量が1個しかない。耳の仕事は何かといえば聞くっていう仕事、仕事量が1個しかない、ね、ところが口は飲んだり食べたり吸ったり喋ったりね、もう仕事量がいっぱいあるわけですね。だからその仕事量があるいっぱいあるのになんで1個なんだと、仕事量が少ないのがなんで2個ついてるかということをね、そのギリシャの哲学者は考えたんだと思うんですよ。それはねやっぱりもう簡単に言えば世の中のものをよく見ろ、そして判断しろ。今は耳の話でしたんで、耳ね、世の中の話をよく聞いて、そして物事を判断せれよと。よく聞くんだよ、口をしゃべった2倍、口の2倍、物を見たり物をよく聞いたりして物を判断せれよと、そういう意味で、もう口はね一個あってもはやもう、ね、悪口言ったりもうるさい、世の中混乱するんだから一個よりたくさん、そういう結論に達したというような感じのようなことを試作した結果ね、いうようなことをちょっと本で読んだ気がしますけど、なるほどなとこう思うんです。聖徳太子の聖、これはよく聖者とか聖人と言いますが、その字を見ましてもね、この聖人というのは、この知徳の優れた
いろんな全ての万人が崇拝するような人を、まあ、聖人とこう呼ぶんでしょうけども、聖人あるいは聖者と呼ばれるような、そういうその肘というね、あの字耳辺にこの口書いて、あの王ですから手、提供するの手ですね、贈呈するの手ですね、口辺に王を書いて、それに耳ですから、聖人たるものはやっぱり耳ですね。やっぱりさっき言いましたように、ものを言うキャッチボールのよく受ける、よく人の話をよく聞く、これがやっぱり聖人たる最も大事なとこなんじゃないかなと、字を分解しただけでもそう思うんです。そう言われてみますというと、このお経もですね、一番最初に尿税が分、尿税がもんとこう始まるわけです。我は、核のごとくに聞く、聞いた、そういう文章で聞くということからそのお経が始まっているわけですから、いかにこの聞くということが、まあ、大事なことなんだなと、この、まあ、病院のベッドの中に耳の患った私が、まあ、思い出したことをですね、今日はこういう機会をいただいたので皆さんにちょっとお話しさせていただきましたが、ちょっと時間どのぐらいかかりましたかすみませんが、それこそご清聴静かに聞いていただきましてありがとうございました。